監督京子ひろし、彼らは試合の前の日も相手チームのそのスタイル通りにやってくれて、ものすごい悔しい思いをして、こっち側に選手がいるんです。このチームは全員で1試合1試合の勝ち点をつないできたチーム、全員を褒めてやってください。彼らは最高だ。こっからまず決してエレベータークラブになっちゃいけない。ここから新しいサッカーをやって優勝を目指してもらわなきゃいけない。Yeah!